こんにちは、ライムです。はい、ということで今回はインパクトフェス 1.5 周年バージョンガチャ動画いきたいと思います。性能解説動画についてはこの前にねアップしているので、ちょっと雷とジローちゃんのね性能気になっている方、ちょっと悩んでるよという方はぜひそちらをね参考にしていただきたいなと思います。はい、ということで今回ね普段のねインパクトフェスと違って2人同時に来たということなので、まあ石もねそれなりに、まあ、用意しましたので、これでちょっと狙ってみようかなと思います。一応今回100連最大100連までやろうかなと思ってるんですが、100連までいかなくてもね出てしまった場合、雷と二郎ちゃんがその場合には終えようかなって、やるか どっちにしてもデラックスピースルートとかもあるしね、それ考えるとまあやるかということでとりあえず行きましょう。はい、まず10連目ですね。おお、久しぶりに見たな。確定演出だね。早速コスチュームの確定演出、いきなり来たね。これは熱い、こいつは熱いぜ。まあ、とはいえ問題はね、これ確定演出が出たからといって、その必ずしもピックアップ、おお、オールマイト演出がさらに来る。そしてからの、あ、ここも演出が出て、さらにさあどうだ、ピックアップ出るキャラが出るとも限らないからね。さあどうだ、来るか来るか、来てほしい。これで終わるパターン出てきたな。この UR パターンか。いやいや、キャラ濃い。キャラが欲しい。キャラが欲しいぞ。いや、これで終わりそうな気がしてきた。これで終わりそうな気がした。あー、これ終わるわ。これ終わりそう。これで終わんのかい。あー、なるほどね。なるほどね。誰よりもお前はヒーローに。破タイプのキャラが装備する自分のパワー 35% アップ。50% 未満の時、戦闘中に一度だけ自分のアクションスキルのクールタイムに短縮すると。まあ、破タイプメモリーとしてはね、結構破格な、強さかなとは思うんですが。まあ、違うよね。ちょっと欲しかったのね、これじゃない感がえぐい。今じゃねえんだよなって感じだね。はい、いきます。20連目。でもダウンロード結構多いってことは、少なくとも持ってないキャラが出てる、あるいはデラックスピースルートじゃねえの、デラックスピースに変わるようなキャラが出てるっていうことだね。まあ言うてまだね、そのデラックスピースが実装されてからそんなにまだガチャやってないからね、そういったキャラも結構多いことでしょう。演出ないこれはR と SR キャラで終わりそうな気がしますな。これは RSR 止まりかな。まあ、なんだかんだ SR キャラもね最近結構増えて、ガチャのたびに増えてるから、持ってないキャラもねさっきもねいたけど、あ、持ってなかった、このトドロキくん。なるほどね、力トドロキくんだ、珍しい力トドロキくんね。これ持ってなかったわ。まあ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 いいでしょう、とりあえず持ってないキャラなので。はい、ということで、次が30連目いきたいと思います。お、ダウンロード8までいった。これは期待が高まる、これは期待が高まる。さあどうだ、さあどうだ、オールマイト演出来るか。さあどうだ、ないないんだ。結構ダウンロード8いい線いったんだけどな。あれ持ってん、SR、はいはい、SR。いやー、しょぼいなー。あー、この辺か。この辺で消化してる感じあるな。この辺のね、デラックス、多分持ってないんですよ。持ってなかったんですよね。なるほどね。はい、次40連目いきたいなと思います。ダウンロード3。
SR1 匹ぐらい、 SR1 匹ぐらいの感じかなこれ。いやまあでも初っ端やっぱり確定室出たのテンション上がったけどね。初っ端シリスボミカンが出てきてしまうのでちょっと頑張ってほしいな。ないのかー、ないのかー、なんもないのかー。もうちょいやってもいいよな。さっき見たねジローちゃん、こっちのジローちゃんじゃねえんだよな。 UR のジローちゃんが欲しいぜ俺は。 UR が欲しいぜ。いやいやいや、渋いなぁ。渋いぞ。渋いぞ。渋い。渋い。くそー、マジか。はい。ということでね、もう早くも。もう早いよ。もう折り返しだよ。50連目いっちゃうよ。早っ。早いな。このゲームガチャ早い。お、7ダウンロードいった。7ダウンロード。ダウンロードの数で楽しんでる感じあるけど。7ダウンロードまで来ましたね。さあどうだ、さあどうだ、確定演出、そろそろ、そろそろ来い来い、そろそろマジで。いやーなんで、そろそろあってもいいよなー。あ、来た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 、来ました。今ちょっと雷くん出てちょっとドキッとしたけど、よくよく考えたら UR キャラはシュレットから始まるからね。くそー、そっちの雷じゃねえんだよな。 UR そろそろマジでシュレット欲しい。そろそろシュレット来い。マジでシュレット来い。うわー、開脈の廊下。こないだなんかあれだね、こないだのあの解説動画でちょうど開脈の廊下、これ こっちで代用できるよねみたいな話したような気がするけど、はい。くー、マジかー、来ねー、くー、来ねー。くそ、メモリーかよ、メモリーかよー。はい、ということで60連目いきたいと思います。ダウンロード1、あ、来ました、コスチューム来ましたね。コスチューム来たね。 OKOK、 もうここはもう安心して見れるところだ。俺はもうね、安心できる。こいつはいい。さあどうだ、これはもうそろそろ、よし、俺までです。そろそろマジでそろそろキャラ、せめてどっちか、せめてどっちかぐらいは来てほし、出てほしいよな。こいつかよ。しかもダウンロード1の時点でもうこれしか出ないじゃん。いわゆる共鳴する力。くーくーくー、マジでメモリーしか来ねえこのゲーム。くーくー、わし、きついな、厳しい戦いだぜ。今一応ピックアップメモリーがね、まあ一つ当たりましたけど、多分ね、今後のインパクトフェス、大体多分ね、しばらくこの共鳴する力が出てくると思うんですよね。この後、さらにその次の次とかもね、多分この共鳴する力復刻してくると思うんで、なんだかんだこれ結構手に入りやすいんだよね。インパクトフェスのメモリーってね。ってことを考えると、やっぱメモリーなんかより、メモリーなんかってことはないけど、メモリーより、キャラの方が重要度は高いと思うんです。ね、メモリーは特に別にね、被ったところでデラックスメモリーとかそういったものはないからね。まあ原画突破にはもちろん使えるんですが、はい、ということで次70連目かな、いきたいと思います。お、ダウンロード8、お、すごい、インパクトフェスの確率 1.5 倍がすげえ仕事してる。いいぞいいぞ、この調子だ、いいね、これはいい流れだ、いいな、これ。まあ言うてまだ70連でね、 UR これで今 4つ目が確定したぐらいだけどね。まあまあまあ 1.5 倍仕事してんなっていう気がするわ。そろそろキャラね、そろそろキャラ来てもいいのでは。よしよしよし、すべての演出来た。さあそろそろシルエット、そろそろ、そろそろか、 SR、 はいはい、 R、 そしてR、
ジローちゃんが来た。この後のは新ネタバネか。さあ次か。いけない、俺は何をしてるんだ。関係ねえ関係ねえ関係ねえっすよ。マジで全然想像もしてなかったキャラ来たねマジかよマジかよ。予想の斜め上っていうのはまさにこういうことだね。ちなみにまあ持ってはいませんでしたね。持っていません。先輩ね、先輩持ってなかったわ。まあいるかいらないかで言えば別にいらないけどね。はい、ということで次80連目いきたいと思います。さあどうだ。やろう、ガッチャ。行くぞこれ。全力だ。派手にぶっ飛べ。さあどうじゃ。さあどうだ。来るか来るか。そろそろマジで。よしよしよし、オールマイト来た。オールマイツもう大丈夫、私が来たということでね。これそろそろもう本当にフチョヘンザレディオ。さあそろそろどちらかが出てもおかしくない頃合いだぞ。次かそろそろか。来るぞ、来ねえ。次かロックに行くよ。イエーイ、ありがとう。いや、よかった。ここまで回してなかったら少なくともジローちゃん出なかったわけだしね。よかった。はい。あ、これあれだね。SR の確定枠が、SR 以上確定枠だね。SR 以上確定枠がジローちゃんだったということでしたね。まあ、ここはまあ SR 以上確定なんで、違う枠でジローちゃんでもよかったんじゃないかなっていう気がしなくもないけど。はい。とりあえず、1体出た。で、あと20連しますね。あと20連で。まあ雷くんが出るかどうかというところですが、90連目いきたいと思います。ダウンロード2。オッケーオッケー。まあダウンロード2、まあ全然出る可能性秘めてるな。ダウンロード、何もダウンロードなかった時点でもう絶望だからね。絶望しかないわけですから、これはまだね、何かがあるということだからね。さあどうだ。虹色、何もない。うえなるほど。共鳴する力2枚目。なるほど、そのね、共鳴する力来るんだったらそれを雷にしてほしかった。交換させてほしいね。なんかピックアップキャラ同士だったら交換とかっていうシステムあってもよかったよね。なるほどね。そうですか。はい、ということでラストいきます。ラストこれ100連目ですね。これ雷くん出ても出なくても100連目。ラストいきます。おっ、ダウンロード 6ダウンロード。これはあるわ。これは最後に気持ちよく雷当てて終わろうぜ。最後にね、当たってくれた、本当にね、まさに神引きという感じで、まあ、神動画という形で終われるんですけど、さマジで頼むよ、マジで。なんもねー。でも結構ダウンロード6だったからな。ってことは、SR とかね、あー、これベストジーニストっぽい。ベストジーニストのダウンロードっぽい、これ。あー、あとトガちゃんだ。トガちゃん、あー、この辺だな。この辺のダウンロードだわ、これ。この辺多分出てなかったんだわ。あー、料理ミネタも持ってなかったわ、これ。あのデラックスピース、うーわ、そういうことでしたね。まあ、SR いっぱい出たから、いまあまあピースにはなるけど、別にピース必要かと言われると、しかし
キャラが渋すぎたね。キャラ渋すぎた。はい、ということでですね、100連ガチャやってみたわけなんですが、今回まとめとしていくとですね、まあ、ジローちゃんがピックアップキャラとして、まあ、行った。あと、ピックアップメモリーの UR ね。UR はとりあえず、まあ、2枚ね、出ました。共鳴する力2枚出て。で、あと、その他、メモリーが3枚。それから、マジキくんが出て、という感じかな。はい。ということで、まあ、一応、普通のやっぱりガチャと比べてね、UR 確率 1.5 倍っていうので、確率上がってるのは、まあ、体感できたかなとは思うんですが、ピックアップキャラが別にね、特別すごく確率が上がってるわけではないので、まあ、まあ、まあ、片方だけ出れば、おんの字だった、おんの字なのかなっていう気がしますが、ちょっとジローちゃん使ってね、遊んでみようかなとは思いますね。はい。で、まだね、性能で悩んでる方は先ほども言った通りですね、この前に、性能解説動画もアップしておりますので、そちらをご覧いただいて、回すかどうか、考えていてもいいんじゃないかなと思います。はい。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。参考になった、面白かったぜって方はぜひチャンネル登録、そしてメンバーシップ登録ともよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。